マリオンはアメリカ合衆国イリノイ州南部ウィリアムソン郡に位置する都市である。2000年現在の国勢調査でこの都市は総人口16,035人である。ここはウィリアムソン郡の郡庁所在地である。マリオン市は北緯37度43分49秒、整形8度55分49秒。 北緯37.73028度整形88.93028度37.73028-88.93028 88. に位置している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積35.0平方キロメートルである。このうち33.2平方キロメートルが陸地で、総面積の5.18%に当たる1.8。 平方キロメートルが水面である。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口16,035人、6,902世帯及び4,341家族が暮らしている。人口密度は482.6平方キロメートルである。この都市の6,902世帯のうち、18歳未満の未成年者のいる世帯が28.1%、 同居している夫婦の世帯が47.0%、夫のいない女性の世帯が12.5%、及び単身世帯が37.1%である。33.1%の世帯所有者が独立生計を営んでおり、16.4%が一人暮らしの65歳以上の高齢者世帯である。一世帯ごとの平均的な構成人数は点二五人であり、 一家族ごとの平均的な構成人数は2.86人である。この都市内の住民は22.8%が18歳未満の未成年者、18歳以上24歳以下が8.3%、25歳以上44歳以下が26.5%、45歳以上64歳以下が22.5%、及び十五歳以上がセントと、 なっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は87.9人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は84.4人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は3364ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は39275米ドルである。 男性は31,520ベイドルに対して女性は22,609ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は19,073ベイドルである。人口の14.9%及び家族の11.2%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の22.9%及び65歳以上の10.6%は 貧困船以下の生活を送っている。インターステートハイウェイ57号が通過しているほか、ウィリアムカウンティリージョナルエアポートがあり、シカゴのオヘア国際空港やスプリングフィールド空港などとの間に定期便が就航している。ありがとうございます。